前ですけども、こちら僕がヤフーオークションで確か100万超えで落札した遊戯王のインターに、多分ね、通ってた話によるとお店かなんかを閉めるか、それかすごいマニアな人が引退するか、どっちかってことだけど、まあ、何しろ引退品でもう遊戯王カードいらないのめちゃくちゃあるかなっていうので出品されてた分だったと思います。で、段ボールが9箱全部であって、送料だけでも結構なお金が取られたっていうぐらい。で、それを今回ちょっとね、店長と一緒に開封していこうかなと思います。まあやっぱりね、100万超えるやつってちょっと怪しいじゃないですか。怪しい。そもそもが。まあでもこれ、ね、確か最初の値段は100万なかったと思う。確か。1円スタートとかじゃない？1円スタートかなんかで誰かと競ったんですよ。めっちゃくちゃ。で、競って、僕が競り勝って、多分100万超えて落札したんで、僕以外には100万円ぐらいつける人もいたっていう。それぐらいのレベルの品なんですよね。だからかなり中身がいいのが入ってると思うんで、まあ僕も中身確認もしてないんで、ちょっと今回、店長と一緒に中身楽しんでいけたらというふうに思います。多分これ店長ビビると思うんで、中身。これビビるんちゃうかな。ちょっと店長呼んできたいと思います。今から。呼んできます。店長。何？これです。よし、はい。どうする店長？これ。わかりました。はい。店長、着火持ってきてるんですか？何言ってるんですか？着火持ってきてる言うからええけれども、まず中身は何なんだ？まさか食べちゃうやろな。俺が前に出た100万円分の遊戯王カード。まあ、その100万の価値があるかは分かんないです。だからこれから一緒に楽しませんかっていう、これダンスの誘いじゃない？シャルミラえらい、ほんまに出るシャルミラーが。いや、ピンちゃんじゃ力があるんで、僕はやっぱり誰やかい、全員なんで。お前の金庫でしとるって言ってるやん。いやいや、効果が出るのは2年後からだ。僕はまあ出てない。僕はちょっとその辺で1号量飛びますよ。あ、そうはい。じゃあ、テンションの上に上げましょうか。そうですね。じゃあ、今からオペ。テンションじゃあ、メスで。あ、僕はでもちょっと、こういう刃物扱った。僕はもう、カッコだけやね。今、王子に挑戦した。テンション何ですか、職業今。女子かな。まあ、雑い入り方。そう、この中から宝物探すの。ちなみにこれ調べたら105万円で落札しました、105万です、落札価格。これ雑ですね、確かに。ちなみに他に入札した人はいた？すりましたよ、ノーマルっすね。セットの設定だもん、100万いやな、それぐらいっすよ。これノーマルの入れ物か。でも海外版も混じってるよね。まあ、これ何も入ってへんやんけ、もう。これ何やねん。こんなん入れんのやめていただけないから。ちょっとなんかこれもう外れしすごいんやけど、うん、ただ分かんない、レアカードのゾーンがあるかもしれない。こんなん人があるかな、レアカード。ないでしょ、そんなスリーブ入れとは絶対。全部ノーマルカードやすごいよ、これ見て、遠くこれ全部これ。ああ、お前確実にみかんこんな状態詰めとった、腐ったみかんになっつう。全部このカードで、ここ、まあ、全部ノーマルとレアと、まあ、なんかキラーカードも入ってるんでしょうけど、ここは言っても多分うぞうむぞうでしょ。確かに、パッと見海外版のノーマルがめちゃめちゃ多いね。確かに、うん、ここだから外れですね。確かに、はい、これはとりあえずもう一旦下に置いといてええんちゃうか。これはもうちょっとダメでしょ。じゃあちょっと次しっかりした箱を開けてよ。ああ、そうですね。ちっちゃいのが重いんですよ、意外に。ちっちゃいのが多分ノーマルカードです。これ重いわ。ノーマルなんじゃないですか、重いの。そうかもしれんね。軽いやつが多分キラーなんじゃないですか、多分。まあ一応じゃあこれも一応、まあ開けず嫌いは多分ダメですよね。そう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 。お、あれってなんかちょっとちゃうぞ。あ、ほんまや。え、あ、でもノーマルやん。ある？それなんかよくわかんない裸の女の子ですね。裸ではないやろ。うわ、めっちゃパンパンに。パンパンやろ、ほんまこれ。でもこれ長そうですね、ここは。まあ、ここはないでしょ、マハバイル。マハバイル、懐かしいね。懐かしいな、いろんな装備をつけられるってやつやろ、確か。こいつにデーモンのと悪魔の口づけつけたわ。これな、昔出た時にね、うわーノーマルやのに効果あるみたいな。めっちゃ強いですもんね。装備されたカードの効果に加え、装備カード1枚につき攻撃力500ポイントアップ。こいつ強いね。強いやな、これ。今見たら何の耐性もないけど。あ、これ軽い。なんかちょっと違うノーマルカードじゃないと思う。ちょっと期待、今のところほんまもう一番の価値もないと思う、多分。なあ、これ何やろ、二段のとこになって別の箱やね、これ。上と下ほんまや、ちょっと怪しいですね。これ来るか。お、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 何これ、すげえ楽園ロジック。何すかこれ。これブシロードさんが作った新しいカードゲームやねんけれども。新しいんですよ、これ。なんか楽園ロジックワンカード入ってる。ワンカード店閉めた時のやつやから、多分。ああ、そうです。こんなんもあるんか。定価で考えたらこれ1箱あたり6000円や、税抜き6000円やから12個やる、多分これ。ああ、8万ぐらいしますね。8万分の楽園ロジックが。なるほど、そういうシステム。だから店閉めた時のやつやから。下ももしかしたら多分そうやろな。カートン何のカートンか分かんないですけど、まあ一応これでもなんか同じじゃないか。確か楽園ロジックの可能性高いから。これお店が閉めた時のやつをそのままってこと。多分おそらくそうです。多分そう、閉めたからっていうことで。もうでも覚えてないんですよ、僕も。結構前なんで。ほほー、嫌なカートンが当たってるよ。楽園しかも同じだ。うわー、確か楽園ロジックを2カート
俺が言うのもなんやけど在庫過剰にも次これが潰れた理由ですかね。そうやろな、はい、闇を見たら今カードショップの扱う有楽町もこうやって出すことになるわけやからオークションで今書いてありますよ、きっちり最後僕が100万ぐらいおえ何これ何これ漫画ですね。なんか変な色が入ったのこれ。あ、カードや。ちょっとこれはっぽいです、ね、あ、キラッカードだ。これプロテクターや。昔の夏のキャンペーンの時に渡してっていうプロテクターちゃうか。デッキみたいなもんか。何これ DD デッキこれディアな。あ、デッキ。あ、今春うららおったぞ。あれこれ違うぞ。お前これコピーやろ。え偽物だった。偽物やで、ね、これコピーやで、ねやばいやコピー何の入ったのだって春が今光もしかないもんほらカラーコピーやこれうわやばいっすやばいやこれ、うん、やばいもん捕まされた感じやばいもん使ってんねほらノーマルやこれうわこのオークション悪どいなやってるね偽物を扱っていいのかねこれやめすぎるでしょほらだってほら高いからこれ有給詐欺もコピーやでこれやで多分これで遊んでねみたいな感じやなやろうけれども今のところだってこれコピーやろボン回しですらこれカラーコピーやで今のところ俺はちょっとこれに100万の値段はつけたくない感じするな全然つかないでしょ100万高いカードゾーンが分けててくれてたらいいんですけどねプレイマットですねこれ高いカードがねないんですよコロナクティとかそういうのがあるんかなって思ったけれどもしかもナイロン入ってないやつありますもんね、うん、普通にここ全部スーパーレアですよ中身スーパーレア、うん、全部スーパーやほらナイロン入ってないやん多分それ俺がいつも無造無造で買ってるようなああ。お千年源氏レプリカやんいやねそりゃそうでしょないぞこれうちないやんこれはちょっとまずいかもしれんな今のところご愁傷様って感じから全くつかないわけじゃないカードはちらりほらりと見えるけれども1000円とか2000円つくやつはないぞおっていうのがないですねない超レアカードみたいなの欲しいですねスターダストドラゴンスターダストドラゴンバルカンでもそれゴールドやんスターダストウォリアーあーゴールドって出やすいやつとかそればっかり入ってるとかってやつやなマジところをちょっと頑張っていただきたい今後に期待って感じやなところにカードファイルあるでしょこれは少し期待してるこれ確かに入ってそうですねこれに入ってなかったら嫌な予感しかせえへんけどなうわえ何これモーションあプロモーションパックあレプリカやなこんな本物さんマジでビビりますよ、うん、いやでも100万やろ100万ですよ、うん、これは何なんですかこれ多分大会の商品やと思う中に何が入ってるかおエクゾディアエクゾディア言いましたねゾディアゴッタと値段貼ってやるお手悪いなプルワイズ値段乗ってないのこの辺もレプリカやな本物入りないでしょ多分これ店頭でお客さんが買いたいっていう時に店取った系かなお店でレプリカ置いてるってやばいっすねあれはやっちゃいけないね貸し出し用デッキとかであれで作ったりんやったらまあまだ許せんわけではないけれどもまあまあ商品として売っちゃったらダメやなあいいですねこれ今んとこため息が漏れるなダメな意味でのアルバムには多分ないでしょ本物のやつはあんのかまだ言っても箱まだまだありますから、まあ、まあ確かになまだちょっと絶望するには早いですよ店長俺はこの時点で割と絶望してるんやけどなこれはないな、うん、あこれは、ね、ただでもこれぐらいやあ折れとるあかんわ折れてますわこれあ折れてますね、うん、アウトこれはこの金色のボックスそれは箱自体は優秀な箱やったおなんか結構キレイ小切れやどうしようあ何やこれあのカードあれ違うカードやんそれバンガードちゃうか全然違うカードやった唐突に現れるバンガードダメでしたいや今んとこ本当にないっすねこの箱はちょっと封印かな次行きますかここにないっすねこれはちょっとあるような気がせえへん嫌な予感しかしないですねちょっと今のところ今のところはね今のなんか分かりやすく変えてくれたらいいんですけどここにいいのありますとかそういうのないんで分かんないです当たり外れがこれやられたんかなこのスムガヤさんの箱開けてるよ検証だしねこれは言って、うん、カードショップ閉店っていうんやったらばそのカードショップの目玉のカードとかないんか絶対あるでしょどっか、はい、多分あると思いますよね何これえあれ何これあらあらゴミノーマルっすかこれあーノーマルやうわうわ無造無造やったしかもこんな状態までゴミごと色を入れてるゴミやったゴミやったじゃあ次の箱行きましょうか、はい、あでも期待はそうですね分かんないちょっとこれ開けてみまあそれでもノーマルでしょ多分めっちゃ重たいんやけれどもめっちゃ重たいこれノーマルのイメージなんですけど新聞紙があるまさに今の俺たちの気持ちだよね批判風刺アウトやアウトノーマルですねあーしかし進化の前それだけかよ終わりや別に見るところあるやろいやこれ壁あ、壁これですよこれ最初これ割れ物って書いてるけど大丈夫、はい、すごい生活値は半端ないけれどこれ今価値どれぐらいですか店長的に
持って帰ってほしいなって一番もないですか。これに一番出すぞきついですね。確かに細かいスーパーではおるんやろうけど高そうなんかおらへん。しかも状態がそこまで良くないやろ。サンダーボルトが折れてるしなお、何これ20万お、何これお、パックある古い軽っ。中身入ってないなこれ。トーナメントパックか。お前なんやねん、中身入ってないやんか、ありえへん。お前箱に価値を見出せとでも言うんか。これはどうですか。これ2013のパックっすよ。あ、これはね中身はギガティックファイダーだ。あれちょっと待って、これねコナミに解散高いなっちゃうの。売っちゃっていいのか。大会キットって基本的に余ったらコナミに返してねって言われるような気がすんねんけれども。これもありましたよ。じゃあダメなやつ。これもありますよ、うん、これもトーナメントパックやな。ダメなやつ。ダメなやつやろな。おいちょっと店名さらせあめっちゃある。あこれ入っとるなんか。ノーマル回ノーマル。しかもこれ海外版やん。お、何やこれ。中間版入ってますね。訳分からへん。パックじゃないぞ。デュアリティコレクション構築のりだけも箱だけやからな全部。これいつのやつやろ。これだけちょっとなんか分かれへん。もしかしたらって感じ。開けます一回。あ1個開けてみて。こんな大量あるけどさほど大したことないでしょ。多分レアリティコレクションやから同じよ、うん、同じよ3万入ってる。え同じこと4万入ってる。しかもめっちゃ弱くない。あこれ開いてある。えうわ、開けてそれをもう一回デッカーカード入れたの。確かにこれ開いとる。これ全部開いたやつに違うカード適当に入れて剥離しとる。なんかこれ悪質やな。これ悪質すぎてこれ悪質やな。これめっちゃ悪質やみやん。ほらこれ買って箱に見えるやんか。全部開いてんねんもん。ほらしかも中途半端な量っすね。しかもおそらく光もないと思うで。これだから引退品じゃないやん絶対。これ多分引退品も装った、うん、詐欺やないや本当そうですよ普通に。完全にやな。完全に狙ってきてるね。やばいなこれ。でも普通に例えばこれレアリティコレクション一見するとパックやけれどもほらめちゃくちゃやん。うわ開いてるもん。ちょっとじゃあもうここで開けちゃいましょう店長。持ち上げるのもしなってきましたやばいってこれ。これはひどいな。これでも被害者が僕でよかったっすよ。せやな誰かもうセットったわけだから100万枚。そのセットった人間も当人かもしれない。あその可能性ありますね。確かにそうやね。値段を釣り上げようとしてっていう可能性があるから。これやばいですね。でも普通にほんまだからオークションでこういう変なやつ買うの絶対見た方がいいってこと。まとめ売り的なやつ。そう。これ何オークション。ヤフオクです。ヤフオクかー。ヤフオクのまとめ売りはマジで闇がある。超闇やんこれ。しかもいい人もね。これ評価高かったしな。高かったっすよ。高い人を選んで買ったんで評価高いとか関係ないってことやね。それで言ったらだってオリパやったらめっちゃいい人もおったやん。オリパっていいのやばい。え何これ。これは何すか。でもこれ違いな。韓国版なんですわ。韓国版これも変なカンカン。お、ちょっと待ってそれどこの国のやつ。海外版やん。未開封っぽいっすけどパッと見ぽいぽいって言うだけでそこそこ値段がつく可能性はある。でも今のところ開けてきた箱の中でまだ唯一マシ。まあいっぱいありますよ。いっぱい。あ箱辛い。空箱や。え一応入っとんけど何やこれ。中にパックめっちゃ入っとる。これこれハングルちゃん。韓国版は安いっぽいもんな。韓国版全部これ。あこれはまだカード入ってるっぽい。シューティングクエストはまだつくんちゃうかな。いやこっちは見ますけど、うん、もうだってこれあと2箱ぐらいですもんね。ほぼラストや。これめちゃめちゃあるけどこれ何やこれ。ほんまに今のを出品してる人に申し訳なくなりますね、うん、これ配信すると、うん、そうやな。確かにほとんどこの人が良心的な人なんですけど、まあ、でも中にはこういうのもあるってことを。うわ、まあ、バンガードや。うわうわうわめちゃくちゃバックや。あしかも楽園ロジックや。また楽園ロジックや。しかも初回版や。あスタートや。楽園ロジック好きやなこの会社でもこれ絶対閉店じゃないっぽいもんな。閉店じゃなくて在庫処分に見せかけてる可能性は正直ある。だからあまりにも売ってるものがひどいな。これやばいっすね。有料チャンスとかあるんやな。ちょっと待って俺割と真面目に商売してるって思う。いやいやほんまに比較対象が僕有楽者しかないんで有楽者ってほんまによっぽどマシだったんやなって僕今身に染みましたほんまに、うん、へぇーアウトアウト。1枚もなかったほんまに。唯一わからんっていうのがこの辺か。多分全部一緒の墓やけどちょっと調べてみるか。一回えこれ評価何本ぐらいなんだったちょっと見れる。見れないです。線になってますね。消えてるんですかね。アカウント消されたとか。お前評価見れなくなってる。アカウントを消して逃亡。もしかして評価高いアカウントを誰かから買ってそんなありません。評価なんぼなの。当時高かったっ。当時めっちゃ高かったはずです。いや当時高かったっ。100以上あったっけ。200くらい多分あったっす。だから2000やばかったんです。これだからじゃあ自分ら一人の人間を作ったかもしれないね。僕らは動画にできるからまだ笑えますけど動画でも撮ってへん人からすればほんまにもうこれ純粋に欲しい人からしたら夢を踏みにじってるよ。いやそうちぎれでしょ。うわこれ過去最高に微妙だ。いや一番悪いやろ今まで。こんなこと今までなかった。大体よかった。どうしたんですか。何笑ってるんですか。え
いやー、ヒカルくん笑っちゃいけないと思うんだけれども、やられたね。どういうことですか？まあちょっと古いやつなんで、はいはい、海外版だよね。今アマゾンとかで何ぼで売ってると思う、これ1個。まあでも言っても1000円とかですか？あ、よかったね、それは超えとる。2000円、送料込み。それが大量に入ってましたね。最後の希望が、最後の希望は2000円。逆にようこれ余ったなって。多分これもっと高かったと思うね。で、今2000円送料込みで投げ売り状態でやるっていうことはよっぽど売れてへんねやろな。まあそうっすね、うん、逆によこんなん何で残ったんだなっていう。売れへんかったからそのままも取ったやん、そのうち上がるんちゃうか。あ、でもニッチもサッチもいかへんようになったやん。結構残してはるパックの状態とか見とったら悪辣やなっていうのは正直いっぱいやな。まあまあまあ、一回剥いた後綺麗に戻しといて、これ詐欺じゃねえのって。あの状態で箱閉めてネットで売りに出しとったら、あ、未開封の箱やなって。いや、まあそう思いますなんで、はいはい、新品未開封が売りでしたからね、あの、うん、確かに書いてましたからね。だいたい焼いてたよ、70万円分全部新品やって書いてましたからね。どんな感じのタイトルやったの？まあ、遊戯王とヴァンガード、まあ主に遊戯王のパックとか。だいたい楽園ロジックやったけど。だから完全にだからもうぼったくる気で来てたってことですね。あれはぼったくる気っていうよりも邪魔好きやん。悪意に満ち溢れてました。悪意しか感じなかった。まあノーマルカードの箱があった時はまあこういうもんやろ、はい、まあ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 、そうですね、ノーマルもありますよって最初から言うとったやろ。はいはい。もうていうか、上限は決めてなかったの、オプションなの？多分なかった。なかったっすね。で、何個分ぐらいとか言うとった？100万円分は。あ、見せる。売り値で100万。でもさっき見とった時に、はい、ノーマルカード1枚50円つけた。50円このぶら下げるやつに50円って全部ついとった。だから1枚50円ってついとったし、今の話言ったらノーマルカードとかシングルカードって言われるもん、はいはい、シングルカードに関して言うたらある意味店側が何ぼつけるかって店側の自由なの。まあまあまあ、例えば極論言うたらノーマルカード1枚に100円つけて、それ100枚やったら1万円、はい、まあまあそうですね。でそれが100セットあったら単純に100万円分ですって言い張ることができるわけやから。これはほんまにだからヤフオクで中身がわからんもう買うなっていう。そうだから教訓なんでね。自分がネクストプロさんのフリマとか買ってきたやつで、はいはい、今までが良すぎて。あ、まあ、まあ、やっぱりほんまにも10人いたら9人は良心的な人じゃない、大体は、うん、その1人だったみたいな感じですね。まあ正直なところ言うと悪事千里を行くって昔から言うから、もう際立っちゃうんよ、はい、こういうので。例えばね、これが箱に入ってて他にもなんか目玉になるようなカードがあるって言うんやったらば、はい、ああ、うん、いいんじゃないっていう風な感じで終わらせられんねんけれども、ね、正直100万円分ぐらいありますって言われたら、ホルアクティとかもあるとか、はいはい、まあ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 、これもそれを紹介しました。以前動画で紹介してくれた、はい、高いブラックマジシャンガールとか、はい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 、あのクラスのやつが何枚かあって叱るべきやろって思うけれども、出てきたカードでまともなカードって言ったら折れたサンダーボルトだけ。しかも折れた、折れた、もう真ん中がバッカーンっていってるようなね。えぐいな。まあほんまでもこれ YouTuber の僕やからまだ笑える話ですけど、普通の人がこれ買ってたとしたら多分もう俺消費者庁に電話しまくるだよね。そのレベルっすよね、うん、普通に。いやだから気をつけてください本当に。評価当てにならんな。ならんす。だから多分あのアカウントワンちゃん買ってるアカウントかもしれないですね。アカウント売買来てる人もいるかもしれないですね。もうやめるから。そうそうそう、それで買ってそのアカウントでやってたっていう可能性もありますね、もしかしたら。だから送り元の住所とかも前の人の住所でやってるとかっていう可能性も。ああ、そういうことですね。本当気をつけた方がいいですね。評価はまあ当てにはなるけど、当てにしすぎたら痛いの見るかもしれんっていうのも。そうですね、まあ、今回学びましたね、うん、もう俺評価高かったら絶対大丈夫だと思ってたんで普通に。いやー、僕もびっくりした。やばいっすね。100万円分ぐらいありますっていうのは確かに自由に言えるもん。恐ろしいや。いや怖い。いやー、そうでね、まあ全部寄付で店長100万分で、まあ惜しいですけど。いや惜しいな、まあ、いつも流れなんで、この流れ崩しちゃったら多分まああれなんで、うん、寄付します店長。ちょっと待って、俺って大体のものは拒まないよとか、ありがとねって確かに言うてきたと思うんやけど、まあまあ待てや、聞こうよ、はい、最後まで聞いてくれよ、はい、一応聞きましょう。じゃあ一応ね、俺が聞きたいのはたった一つだけやで、ね、はい、そこに選択肢はない。やっぱいい時も悪い時も寄付してきたんで。確かに俺もプロコとかで苦楽を共にするでって言ったことはあるけれども、苦しか感じひんねんけど。でも店長、そういう時もあるんですよ、査定って。査定にはあると思う、はい、これまで1年以上やってきて結構まあ査定は大体が良かったと思うんですよ。
ちょっとファンドコロナのサンダの絵とイオンで撮ってきましたって僕らは地獄しか見んかった気がするんだけど、まあ、カード系は大体がまあ良、まあ、かったじゃないですか、はいはい、これまでヒーローズそうですよ。プロ野球が査定した時もう苦行でしかなかった分かれへんねんけどな俺って思いながら。でも今回は遊戯王なんで ね、遊戯王新品のブースター格があるんですよ。読めない裏面もっと読めない。まあでもこれ寄付すの僕がもう寄付が入れてるんで、もうそれはもう受け取る受け取られたことないんですよ。だからもうそれはもうこれは大内らけじゃ店長も悪いんですよ。なるほど、これが土産物ならず嫌げ物ってやつ。まだあの片付け2代目とでもマジで僕もちょっとそろそろもう帰りますわ。そうですね、まあ、結構ハウスダストでも結構あのしんどいんで、もうこの今空間が結構ねほこりで来てるんで、僕はもう早々に立ち上げようかな。正直言うならもっさりしてるわいやでもまあいい教訓になりましたね。まあ確かにこれはでも動画で配信できてよかったなと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。店長お疲れ様です。お疲れ様です。そこに愛はないよな。